どうも、つむつむしみたです。今日はね、ただいま、セレクトボックスがやっておりまして、こちらをね、ちょっと引いていこうかなと思います。ちょっとね、目当てのつむがラグビーミッキーと、スモールワールドミニだね。ラグビーミッキー、スモールワールドミニ。まあ、それ以外はもういいです。それ以外はもういいですっていう感じなので、ちなみにね、こちらサブアカか。サブアカで、ラグビーミッキーがね、今スキル4なんですけど、これね、スキル、あと4体か。あと4体でスキル5になるんですよ。で、一応ね、スモールワールドミニも、ちょっとね、スキル上げたいと思ってて、今、スキル3なんで、このスモールワールドミニも、あと4体でスキル4になるんで、両方4体出れば、スキルレベル上がるって状態なんで、まあ、どっちかがスキルレベル上がるまで引いていきたいんだけど、480万コインで、まあ、出るかな、ちょっと心配なんだけど、引いていきます。まあ、このね、まあ、どうだろうね、当たり枠2体だから、まあ、どっちかが出ればいいんだけど、あ、やばいやばいやばい、いきなりちょっと偏りえぐいぞ。ラブリークラリス、いきなり偏ってるじゃん。あー、やった早っ、ありがたい、ありがとうございます、ありがとうございます。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、なかなかいいですよ。しかもさ、今回持ってないツーも多いんだよね。あ、すごい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 、めっちゃ良くない、めっちゃ良くない。前半やばいなって思ったけど、おお、マジでやばい、感激しちゃうかもしんないこれ。ちなみに最初にスキル4になった方をプレイしていこうかな。効率検証もしたいもんね。悪だくみ出ました。ちょっと待ってね。あ、はい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 、まだあれか、クララベルカウとかカブトグーフィーとか持ってないのか。レスキューレンジャーガジェット、あ、30種ドナルド持ってなかった。あー、2連続、これがラグビーミッキーと相撲入れでさ、起きたらマジ最高だよね。まあでも今回当たり枠2体だから割とあり得るかもね。なんか当たり枠1体のセルボってガチで闇見るんだけど、おー、ありがたい、すごいすごいです。まあ、個人的にはね、ラグビーミッキーよりもね、スモールワールドミニーの方が、おー、すごいな、なんかマジですごいな。そう、ラグビーミッキーよりもね、スモミの方がちょっとおすすめっていうところもあるんで。はい。おー、やったー、マジで早すぎでしょ。よっしゃ、スモールワールドミニースキル用に なったので、ちょっとスモールワールドミニーから行くか。いや、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。やったー、神引きしちゃった、めちゃくちゃ神引きした、マジで。で、ちょっとね、スキル3、ちなみにね、5000コインいくかいかないかくらいです。僕がやって、で、ちょっとスキル4のだとね、どれくらいになるかやってみましょう。このツムね、なんか低スキルだとあんま稼げないイメージあるんで、もしかしたらスキル5とかにしないときついかもしれない。まあ、その点はあれだよね、ラグビーミッキーとかと似てるよね。あ、でも一応31勝挙とかしてくれるんだ。はい。あ、でもなかなか、お、38、はい、なかなかいいのかも、スキル4まで育てたら。はい、 OK、 はい。てか、必要ツム数軽いよね、マジで。このツム、めちゃくちゃ軽い。はい、てか30勝挙近くしてくれる時点で、スキル4のラグビーミッキーとかよりかはもしかしたら上かもしんない。はい、うわ、マジで、なんか今全然うまくいかなかった。なんかさ、ちょっとこれ言い訳みたいになってしまうんだけど、なんかね、スモールワールドミニに関してはね、iPad よりも iPhone とかの方がね、すごい、なんか消去数上がりやすいんだよね。これ何だろう。はい。ちょ、スモールワールドミニ単独でまた動画出そうかなと思うんだけど。マジか、前半めっちゃペース良かったのに、なんか後半消去数が全然ダメじゃない、これ。消去数23とかなんだけど。あ、やばい、マジでやばい。25。30ならまだいいけど。はい。これ第一も絡ませたいな。34。はい。はい。30勝強行きたいよね。
これちょっと両方絡ますよ。 OK42。 これ大ツム絡ませるとその大ツムの周りも消してくれるので消去量が伸びるっていう。やっぱ消去数安定させるのが難しいよねこのツム。今大ツムなかったら危なかったな。なんかさギザギザギザってなっちゃうんだよねチェーンが、 iPad だと。だからそれがちょっとあれに出ちゃってるかも。これ iPhone でやったらどうなるのかな。これ本当にね iPhone でやるとねすごい消去数出やすくなるんだよね。これ不思議なんだけど、普通 iPad でやるとさなんかあの有利になるツムの方が多いんだけどね。なんかスモミに関してはねなんかなぜかチェーンがギザギザギザってなっちゃって、これなんかコツがあるのかもしんない。ちょっとそれはちょっとまた模索していこうかなと思います。ということで、最初にスモールワールドミニが好きるようになりました。どうしようかな。ラグビーミッキー、ラグビーミッキーも引いちゃうか。ラグビーミッキースキル5になるまで引くか。てか普通に紙引きなんですけど今のところ。あ、出た、クララベルカーが出た。まあ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 、まあ今持ってなかったからね。お、すごい。あ、曲付きなんだ、カブトグーフィー。はい、クラリスね。オッケーオッケーオッケー。はい、ラグミをちょっとスキル4まで、あとスキル5まで上げたいんだよね。今日なんか滑舌回ってないぞ。なんかいつも回ってないけど今日は格段と上がってないです。滑舌が上がってないっていうか、やばい、日本語も出てこないわ。30シドナルド。え、そういえばあれか、ん、ラグビーミキ、あ、今 75% か。 75% まで上がったんだ。いやーなんかやばいな、ここからさ1点狙いになるもんね、ほとんどラグビーミッキーの。前半めっちゃ神引きだったけど後半わかんない。てかラブリークラリス出すぎじゃない。なんでスモミくらい出てるのか。あ、ガジェット1体目なんかあんまあれだね。あ、来た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 、よっしゃ、あと1体かな。あと1体出れば勝利です。ラグミがあとで1体出れば 8%。 8% ってやっぱいいよね。 8% は出やすい、割と沼らなければ。でもたまにね100万コイン使っても 8% が1体も出ない時あるんで、それにならなければ大丈夫。はい、あと1体出すだけだよ、あと1体出すだけだよ。はい、はい、おー、スモミありがたい。やべ、スモミもスキル5になったらマジでありがたいんですけど、この流れでスモミスキル5にできたら激アツだな。でちょっと来月の新ツム分も貯めたいんだよね、こっちのサブアカ。来月の新ツム分もさ残ってるから、もしもさ来月ペアツムだったらね、もう300万はないときついから残しておきたいんだけど。ライトサイドセットの時だっけが結構闇見たんだよね。はい、おお、めちゃくちゃ来るねスモミが。ありがたいです、ありがたい、ありがたいんですけど、ラグビーミッキーが欲しい。ラグビーミッキー来たー、ありがとうございます、ありがとうございます。スキル5になりましたんで、ちょっとラグビーミッキースキル5使っていくか。使っていきましょう。さあどうなるかな。スキル4だと、まあスキル4今日の昼の動画で出たんだけど、はい、ん、31、一応30消去を超えるようになるのか。あ、消去量は一応増えてるわ、増えてはいるね、スキル5にすると。なるほどなるほど。はい、あ、まあでも、あ、でも
いい感じかな。スキル5まで育てるとそこそこいい感じなのかな。はい、よし。あ、35、すごい。マジでやっぱスキル5から成長するのか、このツーム。やっぱスキル5と6ではかなりの差あるよね。でも31消去とかだもんね。ちなみにスキルマックスにすると36消去くらいは消してくれるので、やっぱ成長率、後半の成長率やばいね、このツム。いい時34とかも消してくれるんだ。あー、いいね、なるほどね。はい、どうなんだろう、効率的には。はい、オッケー、よし。あー、よしじゃない、全然よしじゃない。はい、オッケー。8000はきついか。8000きついか。8000きつそう。やっぱあれか、スキル5と6で全然違うんだね。アナキンみたいな。4、そうだな、4から5はちょっとだけ消去数が多分3くらい上がってるね、平均。消去数が平均3くらい上がってるんだけど、でも5から6にすると消去数がプラス5くらいされるんだよね、消去量が。その差だね。消去量 5個分くらいの差が出る。はい、なんでやっぱそうだよね、ラグビーミッキー放流発揮するのはスキル6からって感じするよね、これ見ると。まあまあ、でもこれちょっと効率検証したいな。効率検証気になる。で、すもみの4もできたから、すもみの4も効率検証してみようかな。はい、よし。すもみさ、すもみの方はね、なんかあの消去量ギザギザ問題なんとかしたい、マジで。はい、あ、7000くらいだ。どうだろうな、なんかスキル4の時の調子のいいプレーがスキル5の平均になったって感じだよね。そんな感じです。なんでまあ成長はしてるけど、別にそんなになんか劇的に変わったっていう感じはないかな、っていうのがラグビーミッキーのスキル5です。ちょっとスキル5の効率検証もこの後してみようかなと思います。ということで、今回は、スモールワールドミニ、そしてラグビーミッキー狙いで引いていきますっていう動画でした。100万コインくらいで4体ずつくらい出たよね。めちゃくちゃいい引きでした。ということで、この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかをわかりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。